い、今日は1月20日、ここ3日間ぐらい沖縄寒いっす。風邪ひきそう。こたつ欲しいもん。近くに美味しいカレー屋さんがあるみたいなんで、結構有名っぽいかな。そこに行きたいと思います。で、またすごい坂。あーもう疲れた。飽きたな、坂。ちょっと寝不足ですけどね、今生活リズムぶっ壊れてる最中だから。まあ奇跡的に10時に起きれたんで、ちょっと11時ぐらいの空いてる時間に行こうかなみたいな。ひえー、坂がすごい。どっか食べに行くのも命がけだわ。これいろんなとこにありますね。なんか野生の猫ちゃんが結構いるよね。マジか。怖いな。物騒だね。モナーみたいなイラスト。うわー、またきついこれ。きつすぎないこれ。すげー急なんだけど。やだー、やめればよかった。いやー、首里には二度と住まねえ。うわ、立派だね。おぉ、年季入った。あ、なんか住宅街っぽくなった。一気に住宅街になったね。住宅街です。あ、ここだ、ここだ。かわいい。あ、かわいいですね。旅行に来たら何でも名物頼んどこうってなるよね。の段階がめっちゃ選べるんだよね。なんかもう結構辛いみたいなんで15にしました。すごいサラサラしとスープカレーだね。ご飯おかわり一杯無料みたいです。すごいスープだ。いや、なんか美味しかったんだけど、泳いでる鯉が、
なんかいきなり池が現れてびっくりしたけど、鯉もいるんだが。普通に住宅街なんだけど、鯉がいる、池がある。ここ看板何も出てなくて面白い。やってるけど。あ、暗いか。いや、私ね、スープカレーあんまり好きじゃないね。いや、美味しかったんだけど、ああいうサラサラしたのがあんまり好きじゃない。キーマカレーにすればよかったかな。変わんないか。あのラッシーは美味しかった。シークワーサーあんまり感じなかったけど。ていうか、チキンをナイフで切るタイプのカレー初めて食べたよ。チキン食べるタイミング分かんなかった。ていうか、もうチキンに塩かかってて、味ついてて、結構しょっぱかったな。あれカレーに入れて食べたらちょっとしょっぱいな。ちょっと駅まで歩いてみようかなと思ったら、なんか出てきたんだが。え、これこのまま首里城行けるの？あれ、多分そうだよね。首里城繋がってんのかな。マジで。うん、地図見たら繋がってるわ。マジか。じゃあこの間来た時、こっちのルートから来た方が近かったな。住宅街の中にいきなり現れるけどね。はあはあ。ああ、繋がってるね。え、学研って沖縄にもあるんや。お寺が出てきたの。うん。見返りを求めないってことですね。これ見るとあれ思い出すんだよな。ガンツの動くやつ。あ、なんか大通りに出ました。あー、あー、なんかいきなり大きい通りになったよ。首里城。あれ、コープか、ここ。ああ、あれはモノレールの首里駅ですね。ほー、なんか結構さっと来れちゃったな。うん、結構すぐ来れた。沖縄銀行、略して沖銀。はあ、普通に栄えてますね。首里まんじゅうを買いました。こういう和菓子屋さんっていいよね。首里まんじゅう、なんかあったかいの。あー、めっちゃガイドブックに載ってる首里そば屋さん来たけど、めっちゃ並んどるわ。というか今時間が12時半とかだしね。あー、並んでますね。車もやばいし、そりゃ並ぶわな。じゃあこれは出直しますか。すごい住宅街の中にあったわ。帰ろう。わ、すごいね、神社。あらま、すごいわ。あ、ちょっと晴れてきた。お金いっぱい入ってる。へえ。はあ。
写真撮って動画撮ってていいのかしら。せっかくだからなんかやっていこうかな。これすごくない？なんかこの世の終わりみたいな光景なんだが、なんか一人で撮影するのも限界を感じてきたな。カメラマン欲しいわ、外で撮るとき。これなんだろう、見て、なんかちっちゃいの入ってた。かわいい。かわいい、なにこれ。あーすごい。ん？長生きできますよみたいな。末吉や。一番リアクションに困るやつだわ。うん、願い事叶うみたいですね。YouTuber になるっていう願い事叶いそうだな。恋愛。恋愛は諦めた方がいいけど、お産は順調らしい。まあ性格をなんとかしろってことだね。これくくった方がいいんだよね。じゃあくくるか。空いてる場所がないです、くくるところ。適当にこの辺でいっか。はい、結びました。これいいでしょ。これ結んだら大吉になるんでしょ。違うの？なんか京都のなんちゃって伏見稲荷みたい。わあ。あ、でも結構すごくない？だるまさん。だるま。まあ、下は住宅街なんだけどね、普通に。あ、キツネだ。キツネ。はあ、なんか神様が飽和状態なんだが、これは金運がいいっぽいんで。この宝くじやお財布を乗せてお祈願してくださいだって。あ、そう。はい、財布。あと賽銭入れないとじゃん。やばい、10円しかないわ。普通に溜まっとるんや。前澤さんの100万円当たりますように。よし、帰ろう。しかし誰もいないんだけど。ん？だるま持ち上げて心願成就、重いです。よし。重いわ、重いわ。いいことありますように。今年もいっぱい楽しい漫画とかゲームに会えますように。あー、これ無理だわ。ちょっと真ん中は無理、重すぎ。ダメだ、ちっちゃいのしか持ってなかったから。ちっちゃい願いしか叶わないかも。こういう絵馬の類書いたことないんだよな。これかわいいね、だるま。なんか不思議な場所だったわ。いきなりこういう体育祭のテントみたいになるし。お願い事を書いて流してください。これ、あ、ほんとだ。ここに入れるんだ。でも、縁切り祈願って書くのね。縁切るって書くの面白いね。なんか、マイナスイメージあるけどね。いや、これ嫌いなやつと縁切りたい人がいいんじゃないの。100円玉なかったわ。よく見たら、ここにもすごいわ。これ。
れだろうな、撫でとこ、よし、赤にするか、よし、まあ29歳が書くことじゃないけどな。ちょっと恥ずかしいから見えないようにしよう。おお、わあ溶けた。ちょっとあっちぎれたんですけど。あ、大丈夫だ。みんなもうちぎれと。あ、いっか、これで恥ずかしくなくなったから。なんかめっちゃ膨張するじゃんこの紙。うん、オッケーオッケー。多分これで夢叶うでしょ。ああ、帰ろう。てか、私つい1時間前までエロ同人読んでたんだけど、大丈夫かな？そんな煩悩でお参りとかして。年季入ってるね。何屋さんなんだろうこれ。お酒か。お酒は飲めないんでいけないけど。へー、プレミアム商品券使えます。かっこいいね。なんか公園ですね。わーわー、あ、首里城が見える。うん、ちょっとこの目の前の建物がボロすぎるけど、晴れてたら結構エモい光景かも。おお、帰りすげえ急だよ坂が。でも結構眺めいいですね。やっぱ晴れてたら眺め良さそう。っていうかお腹痛くなってきたわ、食べすぎて。